2020明治安田 J2 リーグ第3節ジュビロ磐田対ファジアーノ岡山の一戦です。選手たちが横一列になりましてピッチ上に姿を現しました。磐田のスタメンのフォーメーション442が予想されますが、伊藤洋輝がセンターバックに下がるかと思われます。そして石田龍馬、山田洋輝は今シーズン初先発です。岡山のスターティングフォーメーションです。こちらも442、向原が今シーズン初先発です。浜田、アウリニオ、上城です。一人かわして右サイドはフリー、向原にボールが当たる。フリーの状態でグラウンダー、スルーしてシュートを放って決めました。岡山先制。先に奪ったのは岡山清水です。落ち着いて決めましたね。今の崩しなんですけどね、自陣からですけども、ジュビロの選手たちがプレッシャーいってるんですけども、その一個前に判断をしっかりしてうまくかわしながらパスつないできましたよね。このゴールで清水は2試合連続ゴールということになりました。1点先制したのは上野岡山です。山本光介、前を向いてドリブル。上原、パスを送って山田裕樹、小川にボールが入った。シュートを狙う。早いタイミングでシュートを狙ってきました小川航基。前線へのキック、つながって右足でシュート、クロスバーだ。相手のミスからシュートまで行きましたが、岡山ポゼッションしている磐田、縦に預ける、前を向く、パスを送って小川航基、ワンタッチ、シュートまで行く、ブロックに合う。その後石田龍馬どうする、パスを送って山田裕樹、オープンウィリアム防ぎます。前半からポゼッションは非常に高い磐田です。クロスが入ってくる、折り返す、シュートまで行けるか、パスを送ってシュート、ここはオープンウィリアム防ぐ。よく反応しましたね。今ここもよくはばかりました、決定的なチャンスをものにできなかった磐田。跳ね返した後のセカンドボールを磐田がしっかりと拾います。ここちょっと注意したいですね。今のはいいボールが入った、小川航基、シュートまでいけず球ホイッスル。岡山の選手たちが猛抗議。レッドカードですか。決定機阻止ということになりました。センターバックの田中雄介が退場。さあジュビロ同点のチャンス、またいでふわりと浮かせて決めました。上原力也、直接フリーキックを決めて同点に追いついた磐田。まあ、壁の頭の上ですけど、なかなかここからこの距離だと落とすの難しいんですけどね。ちょっと近すぎるところもありますよね、最後はクロスバーに当たってこの上原の右足、ボールはゴールに吸い込まれました。そうですね、中央を狙う、跳ね返す、この後のボール拾ったのは磐田です。はい、そして磐田のカウンター、小川航基が前に動き出す。そして小川航基左足狙う、ポープウィリアム防いだが、その後シュートをします。さらにブロックで押し込めるかどうか、守る岡山守ります。勝ち越せなかった磐田、よく体張りましたね全員がね、岡山の方。そして磐田の選手交代です。先ほど素晴らしいクロスを上げました14番の松本雅也に代わってルリーニャが入ります。ありました、あいいボール、低いクロスを送って合わせたんですが、これは外れました。ルリーニャのファーストタッチでした。
ポスト右に外れる。いいワンタッチのパスでしたけどね。サイドはこう捨てながらという感じですね、はい、この入ってくるボールに対して小川が胸で落としてパスを選択、マイナスに送って上原ふわりと浮かしてヘディング合わせるだけだがこれも決められない。よくディフェンスが残っていました岡山。しましたね今ね。クロスを入れる、ファーポストを狙う、キーパーが出ます、キャッチします。そして試合終了のホイッスルが鳴りました。2020明治安田生命 J2 リーグ第3節1対1のドローということになりました。